カモンダーということで、どうも、シャケをとってもない、シャケトリックマルシャケということでね。いやー、本日はなんとなんと、こちらですね、ナイチンゲールちゃん。昨日ね、まさかのね、ナイチンが出たということで、まあ今ね、まだ、神化させたいんですけど、素材持ってなかったんでね、明日の、日曜日ですね、両方とも来るんで、神化させて、しかも、その後さらに未来課題も来るんで、もうナイチンゲールを試してみろって感じですよね。はい、ということで、まあ、遊撃特急取りたいんですけど、まだ、1級 M しか来てないんでね、進化させずに、無理やりちょっと、ワクワクさせれればなと思って頑張っておりますけど、なかなか難しいです。はい、ということで、まあ、ナイチン、ちょっとね、ナイチンを手に入れたんですけども、まあ、進化もね、強いので、いつか接待クエストじゃないですけども、使える適正クエストが来るんじゃないかっていうのと、ロビンフットまだ持ってないんで、ちょっとね、オーブが余ったんで、30連分だけ、引いてみたいなと思います。あ、ちなみにね、夢玉、467個あります。あともうちょい1000個になるんでね、1000個貯まったらまとめて3体4曲になるかどうかっていうのをちょっと動画に出したいなと思いますけど、ちょっとね、あの、音がおかしいんで、一旦、ちょっと待ってくださいね。音がおかしいんで、一回切りましょう。音直ったかな？うん、多分大丈夫だね。お、なんか音が濁ったような音がするんだけど、濁ったって言い方あれだけど、なんだろうこれ。今俺が聞こえてる音がおかしいのか、それとも撮影してる音もおかしいのかわかんないですけども、おかしかったらすいません。とりあえずこのまま、引かせていただきます。ガチャル、ガチャルルル。いやー、頼むよ。行くよ。やっぱガチャ引くときで緊張するよね。いや、ストライク、シャケ。お、音が変な音する。なんだろう、大丈夫かな。録音は大丈夫なのかな。とりあえずね、ロビンフットはまだね、一回、あ、アリスだ !3 体目のアリス。アリス艦隊は強いぞ。まあ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 、アリスとモーツァルトが出たんで、まあ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 、結果としては悪くない感じですね。幸先いい感じでございます。それでは20連目いきましょう。いくよ。頼むよ。最近、あの、確定演出見てないから、ストライク、シャケ！来ないね。なんだろう。なかなかどうして。頼むよ。とりあえず、止まったらもうロビンフットだと思っていきたいスタイルだが、全く止まる気配がない。おっ！織田信長だ。なんとも言えない。織田信長もいつか重心が来る気がするので、2体目、ありがとうございます。じゃあラスト、30連目。はい、行くよ。何を？おお、確定！これは、あの、ウリエルでも嬉しい。あの、天国と地獄、1体ずつ持ってて、天国はもう1体欲しいなと思ってたんで、で、アリスはもう3体いるんで、もう出なくて大丈夫です。だから4分の3で、今回、出現率アップ、あの、4体なんで、多分この確定はその4体のどれかだと思われるので、ウリエル。できればまだ持ってないロビーフット。じゃあ行きますよ。頼むよ。ストライク、シャケ！あ、今画面が。危ない危ない。興奮しすぎて。さあ、どうなる？止まったらロビン。おお、止まった！これはロビンでしょ！初ロビン？サタンかい！でも、まだ持ってなくて今度重心化するんですげえ嬉しい。びっくりした。逆にね、逆のパターンね。そういうパティンね。ありえるんだ。アリエル。じゃあ、そんな、こんなで、じゃあ次行きましょう。びっくりしたわ。でももう一回、アグナムート X? ラーあれ？アグックス出現率アップだっけ？まあ、3体目のアグックスは嬉しいけども、ラーも3体目ですよ。まあ、初めてのサタンが出たので、よしとしたいが、あれアグックスだっけ今日。何、確定って出現率アップとは限らないのか、重心祭限定であれば全部演出として出てきちゃうのかな第2弾。ああ、そうなんだ。そういうことだ。ズバリ、出現率アップとか関係なく限定のモンスターが出るときは、確定演出が出る可能性があると。ああ、マジか。まあでもね、30連して、この結果は悪くないとは思うので、まあまあまあ、
ちょっとね、びっくりしちゃったけど。いや、もう10連引きたいけど、今日はここまでにしときましょう。そういえば、まだね、初心者応援パックっていうのを引いてなかったんで、今度、機会があったら引きたいなと思います。ということで、ここまで見てくれてありがとう、つくまきり。黙らんな。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方は、チャンネル登録をタップ。パソコンでご視聴の方は、チャンネル登録ボタンをクリックしてください。また、動画以外では、Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。黙らんな。